疲れ様です。お疲れ様です。まあ、お疲れ様ですというかですね、はい、今日はですね、はい、非常にですね、はい、のんびりしたサロンワークの一日になっていて、はい、今ちょうどですね、はい、お昼、はい、1時間ほどですね、はい、まあ、少しこう手が空いた時間になってしまったわけですよ、はい、まあ、いいんだか悪いんだかですけどね、はい、まあ、しかし今日はですね、はい、この1時間空いた時間が非常にいい時間になりました、はい、なんと、はい、なっちゃんが、はい、約束通り、はい、ご飯を作ってきてくれました。ありがとうございます。作りました。すごい。ありがとうございます。いやいやいや、まずはですね、はい、早速ですね、そのなっちゃんが作ってきてくれた、はい、手料理、はい、食べていきたいと思うんですが、はい、まず、はい、一つ目が、はい、渡辺さんリクエスト、はい、カレーライス、はい、こちらになります。ドン。うえいうえいめちゃくちゃ良さそうな、いやすごい美味しそうなカレーライスですけど、はい、ちょっとなっちゃんこの内容の説明をしていただいていいですか。はい、これはあの私ちょっとポークカレーが苦手って前回の動画で言ったので、うんうん、ちょっと私も食べたかったのでバターチキンカレーにしました。バターチキンカレー、はい、わお。では早速ですね、はい、これはもう渡辺さんご所望ということですか。はい、ありがとうございます。食べていただきましょう。お願いします。いただきます。はい、緊張する。ちょっと待ってくださいよ。いただきます。美味しい、美味しい。本当ですか。こうバターがすごく効いてる感が、はい、そしてこのチキンをいただきたいと思います。はい、どうぞ。美味しいです。美味しい。そう、なんかちょっと柔らかくなるように、うん、ヨーグルトを下味の時にの段階で入れてて、おで、まあ、しっかり下味もナツメグとかあの塩コショウとかいろいろつけておいたので、うん、鶏肉にもしっかり味をつけておきました。あら、すごいね。すごい手をかけてるじゃないですか。はい、ちょっと頑張りました、動画のために。動画のために。いや、ちょっとやっぱり見せるのちゃんと作らないとなと思って。うん、まあ、そりゃそうだね。いや、本当にお肉がすごい柔らかい。はい。なるほど。そんな手が込んでたんですね。はい。ありがとうございます。すごい。これはすごい。渡辺さんのそのなんか、はい、このもうちょっと食レポないですか。ただ、うん、うまい。うまい、おいしいみたいな、それしか言ってない、なんか、はい、気の利いたことが言えない。せっかく作ってきてくれたのに。いやいや、でも本当にお肉も柔らかく、ちょっとなんでしょう、はい、このカレーの感じもちょっとスパイシーな感じというか。そうですね、あのしっかりカレー粉も入れてるので、うんうん、あの本当は、まあ、トマト缶をベースにやるんですけど、カレー粉もしっかり入れて、ちょっとオリジナル、夏穂オリジナルの、なんか夏穂オリジナルブレンドで。ブレンドで、はい、おなんかあのバーモントカレーをただやったとか、そういうことじゃないの。あ、そんなじゃないの。はい、カレーを買いました、ちゃんと。すごい、すごい、はい、すごい、すごい、すごい。すごいですね。そして、そして。うん、で、はい、続いてはですね、はい、なんと、まあ、僕がご所望した、はい、まあ、丼物。うん、はい、丼物ということで、うん、別にこう何丼とか言ってなかったんですけど、はい、もう丼物っていうリクエストだったんですけど、はいはい、それが、できてまいりました。まいりました。そちらがこれです。はい。ドン。はい。お。お。こちらは。こちらは鶏の照り焼き丼になります。お。鶏の照り焼き丼。はい。はいはい。お。ちょっと鶏肉を多く買ってたので、うん、まあ、なんか本当はあのズボラ飯の本の中から選んで作ろうかなって思ったんですけど、うん、まあ、ちょっとがっつりしたものをどうせなら食べてもらいたいなと思って、うん、照り焼き丼にしました。ではでは、ではちょっとこちらのね、はい、丼ものご試食をお願いします。実食。それ一番緊張する。一番緊張する。いや、緊張します。いやー、これすごいですよ、これはね、うん、はい、まあ、彩りがまたね、ちょっといい感じ、うん、鮮やかで、そうですね、うん、卵もちゃんといて、はいはいはい、卵切るの失敗しちゃったんですよ。なんか手で引きちぎったみたいな、ね、断面になってる。包丁がちょっと切る。こちらがシソですね。はい、まあ、俺これ葉っぱあんまり食わないから。あ、じゃあじゃあ、まあまあいいです。彩り
彩りのね、はいはい、じゃあちょっとね、はい、チキン、うわ、照り焼き、照り焼きです。うん、うわ、どうですかこれは。怖い、これね、うん、甘さ、うん、はい、はい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 、こう、旨味、はい、ちょうどいいね、これなっちゃん、おいしい。え、本当ですか。おー、いや、なんか代表、あんまり味の濃いのが嫌かなと思ってたんですけど、うん、私は味が濃いめが好きなので、うん、ちょっと私は味にしつつ。そうなんだ、俺ね、やっぱお前らと違ってね、はい、そのケチャップ、マヨネーズつけりゃいいってわけじゃないから。そうですよね、ね、そうです。おいしいね。本当ですか。やったね、なった。一番緊張してました。やっぱ味の薄いのが好きな人の好みがちょっと分からなくて、うん、味付け感が難しいなと。難しかったです。おいしいんだけど、うん、はい、この卵を、うん、どうしたらいいのこれ。あ、これはまあ、うん、ちょっと色付け程度のために用意したから程度。でもあれじゃないですか、その卵をなんか崩したりしても。あ、まあそうですね、一応半熟にして、うん、まあ、ちょっとつけて食べれるように。 あ、なるほどね、はい、おいしい。おお、よかった。すごいなった。怖かった、うん、怖かった怖かった。おいしいね。ありがとうございます。すごいね。はい、大丈夫ですか。うん、上手。めっちゃ食べてくる。うん、これ美味しいわ。ガンガン食べますね。嬉、うん、しい。なんちゃん、こんなのね、はい、うん、こんな料理作れて、うん、ちょっと腕が上がりました、ね、もうちょっと早く出会ってたら惚れてまうな、これ。おい、それぐらいの胃袋つかめる、うん、なあ。これちょっと渡辺さんのカレー、はい、はい、うんうんうん、ちょっとカレーライスもさ、はいはい、食べさせてみて、はい、ね、カレー、はい、あ、このカレーにもチキンが、はい、うん、バターチキンカレーなんで。あ、いや、もう聞いてるんですよ。うん、おいしい。おいしい。そう、よかった。その本当にスパイシーな感じが、うん、そのね、ちゃんと作ったカレー、はい、すごいですよね。あんまり辛すぎず、はい、で、うん、これ俺ね、あんまり、うん、あのほら、よくあの激辛料理とかあるじゃない、はいはい、ああいう辛いの俺あんまり好きじゃない、はいはい、なんか見たいだけじゃんみたいな。そう、何食べてるか分からなくなる、うん、なんだけど美味しい。美味しいです、ね、まろやか、うん、バターなのかなこれ、やっぱり効いてるの。生クリームを入れてるので、うん、ちょっとクリーミーっぽさもあるので、辛さをちょっと抑えてくれてるかなって思います。これトマトかな。あ、それトマトかもしれないね。このね、俺ね、煮トマトっていうのかな、はいはいはい、うんうん、好きなのよ。お、へえ、うん、手が込んでるね、なっちゃん。これは美味しいね。美味しいですよ。へえ、よかった、うん、すごいすごい。これさ、うん、このカレーなら、うん、この丼にカレーを少しあえても美味しいかもね。カレー照り焼きチキン丼。あ、それもありかもしれない。それもありかもしれない、そのぐらい、うん、いや、美味しいね、これ。よかった。また食べる。美味しい。嬉しい、うん、いや、すごいすごい。なんか喋ってて。いや、でもこの、はい、カレーを作るってやっぱりこう時間もかかるじゃないですか。そうですね、煮込んだりとか、うん、ね、これ昨日作ったんでしょ、はい、なっちゃん。昨日も買い物午前中に行って、うん、それからの母にちょっとレシピを聞きながら、うん、あの作りました、夕方からも。アドバイスももらいながら、はい、うん、なっちゃんがいつも可愛いんだけど、うん、もういつもの3割4割増しで可愛く見えるな。、うん、ありがとうございます、うん。コトコト煮込んで、はい、煮込んで、だってこの、ね、うんうん、チキン、はい、あの照り焼き、はい、ってこうね、時間はかかるでしょうし。そうです、あのやっぱり夜のうちにしっかり、うん、あの下味をつけておいて、うん、で今日の朝焼いて、うん、はい、
手が混んでる、めっちゃ食べてる。嬉しい。いや、食べてもらえるのめっちゃ嬉しいですよ。こんなあれだよな、はい、あのどこお弁当屋さんに置いといても全然普通に、はいはいはい、本当ですか、うん、はい、もうあれなっちゃんのお店みたいな、まあ、この葉っぱが この葉っぱいらんけどそれはあの彩りのために置いて、ね、せめてなんか刻んでさ、なんか会えてくれてたりすればいいけどさ、もうこれ1枚ドーン、もうこれこっちじゃない、まあいいじゃん、葉っぱを添えて、まあでもこんな喜んでもらえてよかったです。そうね、いや美味しい美味しい。これなんか昨日さ、はい、なんか作ってさ、うん、お母さんとかにさ、はい、なんであんためんどくさいことさせられてんの、訴えようかとか言わなかった。いや最初、うんうん、私が急に今日の夜ご飯私が作るよって言ったんで、うん、え、なんでって言われて、急にどうしたの、どうしたの、そう、うん、だからなんか手伝う気になったのって言われたから、うん、詳しくはあの、うん、バックステージの YouTube を見てくれって言ったらあ、そういうことねって言って、で私は楽だからありがたいからいいよって言って言われたんで、もう、はい、昨日は私がご飯を、昨日はじゃあ、うんうん、なっちゃん家の夜ご飯は、はい、あ、このバターチキンカレーをみんなに食べてもらいました、うん、家族に、はい、おどうだったの家族のご評価は。あ、まあ、母親は私が作ってることを知ってたんで、うん、こう、あ、美味しいねって言ってくれたんですけど、はいはい、他のみんなは、うん、あのちょっと数日前はスープカレーだったんですよ、うん、夕飯がはい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 、だからまたカレーって言われて、またカレーみたいななんでって言われて、うん、だからもう詳しくはバックステージの YouTube を見てくれって言ってはい、なるほど、このむしゃむしゃ食ってるおっさんのためかって思われてならじゃきっとこの見てる頃は、いやまあでも、ね、うん、これだけ喜んでいただけたら作った甲斐が、本当に上手に、ありがとうございます、うん、いや美味しい、いや間違いないですね、マスク会食だからね、そうですね、うん、いやでもね美味しい、本当に安心しました、なんかすごいじゃん、本当ですか、ちゃんと料理できてるじゃん、できるようになりました、ちょっとはもうこれでさ、うん、だってレパートリー、はい、自分が作れる レパートリーとして、うん、チキンカレーと、はい、照り焼き丼、はい、ね、照り焼き丼 with 彩りのためだけの卵しそ、はい、丼、はい、ね、作れるっても言えるわけじゃない、うん、そうです、もうきちんと作り方をメモしておきました、うん、お、今回じゃあなちゃんは自分で作って、はい、もうこの2品に関しては、はい、なんていうの、もう覚えたぞと、そうですね、あの母がいつも目分量で適当にいろいろ調味料を入れるので、うん、上手な人はそうなんですよ、そうなんですよね、だからいつ聞いても、うんうん、なんかこう結局味が変わったりするから、私はもうこのレシピを覚えておかなきゃと思って、うん、ちゃんとメモを取って、うん、もう聞かなくても、なるほど、はい、すごい素晴らしい、でもね、これきっとね、はい、一応ね、そうやって量とかこうメモっといてもさ、はい、例えばほら結局なんだかんだでその時使ったチキンの種類とか、うん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 、チキンの状態とかさ、うん、微妙に変わるんだよ、うん、味付けってのは、うん、同じ量だけね、うん、こう入れてさ、ね、同じに作っても同じにならないんだ味ってのは、そっか、うん、で多分今回で言えばなっちゃんは、はい、まあ、何の気の迷いか知らんけど、ね、やけに作る気があったわけよ、あ、そうです、もう今回は頑張る気が起きました、ね、そうでしょだからそのね、作ろうと思って作った時の料理とさ、うん、はい、いや、まあ作れるからさ、作れるけど、あとか言いながら作ってるのでさ、うんうんうん、絶対違うんだから味っていうのはね、まあ、ああ、ね、そうですよね、やっぱり今日のね、はい、あの2品に関してはね、はい、一生懸命なっちゃんが作ってくれたね、はい、そうですね、愛情スパイスが入ってるわけですよ、これ嬉しい、ね、で愛情スパイスが入ってるもんだから、うん、こんなの食べたらやっぱ惚れてまうやろってなるわけです、そうですね、ね、やったなっちゃん素晴らしい、やっぱ胃袋つかめましたかね、つかめた、つかめた、本当ですかこれできっとな、はい、また今度あの、はい、なっちゃんこの間のあれ美味しかったからあれまた作ってきてくれとか言うと今度あーってそういう顔しだすんだよ、きっとなっちゃうんだ
断っちゃう自分からな今回気が向いたからそうですそうですな、はい、頼まれると急に「うん」とかなそうですね私は気が向いた時はすごい頑張るんですけど、うん、言われるとちょっとやる気をなくすのでそうだろ、はい、催促はしない方がいいんだな、ね、これなまたなっちゃんがなんか、はい気が向いてな、はい、作ってきますよっていう日を待ってな、はい、自分から言ったら、うんはい、その時はな、はいまあ、今回はね、うん、結果として、うんまあ、2品ともご飯物でございましたね、はい、そうだね、まあ、次そのなっちゃんのやる気が出る日がいつ来るかわからないけど、はい、次はちょっとでもあれだな俺あの、はい、ホットケーキとかホットケーキ、うんえああ、うん、簡単じゃないですかいやだからさちょっと前も言ったけど、はい、最近ホットケーキっていうかみんなパンケーキ言うやんあ、うん、でふわふわのパンケーキですとか、うん、もう口の中入れたら溶けましたとかはいはい言いますねね、はい、違うんだよやっぱホットケーキなんだよホットケーキうんもうあの昔の喫茶店とかで出てくるような、うんうんうんもうシンプルイズホットケーキなんですよ。あいいですね。うん。うんうんうん、とかさ、はい、ちょっとそういうなんていうの、うん、ちょっとお菓子っては言わねえか。うん、なんかでもちょっとスイーツ寄りのちょっとね、うんうんうん、やつもちょっと今度食べてみたい。いいですね、うん。スイーツは私結構前から自分で作るのがもともと好きだったので、うんまあ、結構いろいろ作ってるんで自信があります。お自信がある出ました。じゃあ鍋ちゃんは何よ。スイーツ、うん？スイーツ代表パンあれでしょホットケーキでしょ。はい、あと何なんだ。あまあねもう一個ね。はい、俺がねまあこれはねなっちゃんにリクエストっていうわけじゃないんだけど。ああ美味しい、うん、パフェ。あパフェ。パフェ。でさパフェって、はい、なんか例えばそういうほらお店行ってね、はい食べる頼むと、はい、結構最近なんかあるパフェってさ、はい、なんかあのほらこういうさ、はいはい、入れ物に、はい、こう結構ほら層になってたりするじゃん、ねはい、なってますなんだけど、はい、なんかさあれ何あのサクサクしたやつお菓子コーンフレーク、コーンフレークみたいなやつ、うんうんうん、とかさ、はいあんないらんのよパフェで。あれ美味しい。いやあんないらん。なんかもうちょっと違うパフェ。ああ、うん、なるほど。なるほどね。うん、美味しいパフェ。美味しいちょっと贅沢なパフェですね。うん、あのかさ増しがなしのやつ。そう。でなんか結局さコーンフレークと生クリームで、うん、ほとんどこうなんかなってて、まあまあうん、で確かにちょこちょこっとフルーツとかさ、うんうんうん、なんかあ違うんだよもっと本気出してくれみたいな。ちゃんとね、うん、ちゃんとケーキみたいになんかスポンジ生地もあったりとか、うん、ね、うん、なんかそういうちょっと本気出したパフェなるほど、うん、が食べたい。いいですねでも、うんうん、それ作りたいかもしれない。チャレンジ、はい、ね、おお、すげえな。楽しそう。楽しそうでしょ。はい。なべちゃんは。いやだから難しいですよスイーツか、うん、スイーツなんか好きなスイーツないのなべちゃん。あのでもちょっとパフェと若干似てるのかもしれないですけど、うん、なんかあんみつとか。いやパフェとは全然違う。本人が言う。全然違うよ。違いました、ね、何言ってるの。あんみつとかもでもいいかな。和スイーツで。和スイーツ。あ、和スイーツ。あんみつもね、なんだかんだ言ってね、はい、結構こう妙ですよ。バランスの妙。難しいかも、うん、美味しいのは意外と、うん、そうですよ。まあでも元々好きだからねなっちゃんスイーツ作りはね、うんはい、意外とこう自分のね、はい、やる気も合わせながらね、はい、やれるかもね。そうですね、うん、スイーツ作りの方がやる気が出るかもしれない。まああとは、はい、なっちゃんがねその作ろうという思いがね湧き立った日に、はい、そうですね、次はそうします。スイーツ系をね、はい、ちょっと来て。いやーでも今日は本当に美味しかった。すごい、よかったです。すごい、ありがとうなっちゃん。はい、ありがとうございます、ね、はい、まあもうね、はいはい、まさかのまさかのね。でそもそもで言えばこれなっちゃんが、はい、俺が T シャツ貸してあげたとか、はい、なんかねその辺のお礼で、うん、じゃあって言ってた、うん、
渡辺さんはなんでそもそも作ってもらえたの？なんでしょうね。なんでですかね。なんかどうせだから。どうせだから。まあ、まあ、でもやっぱりこう、ね、いろんな人の意見を聞けた方が、あ、そっかそっか、ね、はい、いいと思うんで。そっか、自分の勉強のためにも。そうです。なるほど。ね、ということで、はい、今日はね、はい、なっちゃんが作ってきてくれた料理で、はい、ね、お昼ご飯を食べることができました、はい、ということでね、まあ、そろそろ次のお客さんも来そうですから、はい、準備に入りたいと思います、はい、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。